ネプリライシンは、人では、運命遺伝子に高度される酵素である。メンブレンメトロ、エンダーペプチダーゼ、ニートラルエンダーペプチダーゼ、クラスターオブディフェレンシエーション10、コモンアキュートリンファブラスティックルーキミアアンチゲンの名称でも知られる。ネプリライシンは、アイン依存的なメタロプロテアーゼで、グルカゴン、エンケファリン、P 物質、ニューロテンシン、オキシトシン、ブラジキニンなどのペプチドを、 素水性残機の N 末端側で切断する。また、ネプリライシンはアミロイド β を分解する。アミロイド β の異常なフォールディングと神経組織での凝集はアルツハイマー病の原因として示唆されている。ネプリライシンは膜タンパク質として合成され、ゴルジカラダから細胞表面へ輸送された後、細胞外ドメインが切り離されることがある。ネプリライシンは、 様々な組織で広く発現しているが、腎臓に最も豊富に存在する。急性リンパ性白血病抗原としても一般的であり、オールの診断の際に重要な細胞表面マーカーである。このタンパク質は、プレビー細胞型の白血病細胞に存在し、オールの症例の85%を占める。ネプリライシンを発現している増血煎具細胞は、 リンパ球形の共通線具細胞であるとみなされている。このことは、これらの細胞が T 細胞、B 細胞、ナチュラルキラー細胞へ分化できることを意味している。CD10 は、初期 B 細胞、プロ B 細胞、プレ B 細胞、そして、リンパ節の肺中心で発現しているため、血液学的診断に利用される。CD10 陽性となる、血液疾患には、オール、 血管免疫が急性 T 細胞リンパ種、バーキットリンパ種、急性期の慢性骨髄性白血病、微慢性大細胞型 B 細胞性リンパ種、露方中心細胞リンパ種、有毛細胞白血病、骨髄種が含まれる。急性骨髄性白血病、慢性リンパ性白血病、マントル細胞リンパ種、変幻体リンパ種では CD 0陰性となる傾向にある。 CD10 はプレビー細胞に由来するヒティ細胞性、オール細胞や、バーキットリンパ種や、ロ露セ性リンパ種などの肺中心関連、ヒホジキンリンパ種で見られるが、より成熟した B 細胞に由来する、白血病細胞やリンパ種では見られない。ネプリライシンを欠損した、ノックアウトマウスは、アルツハイマー病に似た、行動障害と脳へのアミロイド β の蓄積を示し、このタンパク質が、 アルツハイマー病の過程と関係していることの強い証拠となっている。ネプリライシンはアミロイド β の分解の立足段階であると考えられており、治療標的となる可能性があると考えられている。ペプチドホルモンであるソマトスタチンなどの化合物が酵素の活性レベルを上昇させることが示されている。 加齢と関係したネプリライシンの現象は酸化損傷によって説明されるかもしれない。酸化損傷はアルツハイマー病の原因因子であることが知られており、認知機能が正常な高齢者と比較して、アルツハイマー病患者では酸化したネプリライシンが効率で存在する。正常な腎臓のネプリライシンに対する免疫染色。ネプリライシンは他の生、 科学的過程にも関係しており、腎臓と肺の組織で特に高度に発現している。ネプリライシンの阻害薬は、鎮痛剤と高血圧治療薬を目的としてデザインされており、エンケファリン、P 物質、エンドセリン、辛暴性ナトリウムリニョーペプチドなどのシグナル、伝達ペプチドに対する活性を阻害することで作用する。ネプリライシンの発現と、 様々なタイプの癌との関係が観察されているものの、ネプリライシンの発現と発癌の関係性については、未だ明確ではない。癌のバイオマーカーの研究においては、ネプリライシンは CD10、またはカラーと呼ばれることが多い。定位性の癌種や一部の進行性メラノーマなど一部のタイプの癌では、ネプリライシンが過剰発現している。一方他のタイプの癌、 特に肺がんでは、ネプリライシンは、ダウンレギュレーションされている。そのため、ボンベシン関連哺乳類ホモログなどの、分泌ペプチドによる、癌細胞の自己分泌性成長促進シグナルを調節することができない。一部の植物のエキスは、中性エンドペプチダーゼの高素活性を阻害することが判明している。ネプリライシンの阻害薬は、 鎮痛剤と高血圧治療薬を目的としてデザインされており、一部は心不全の治療を意図している。他のネプリライシンとアンジオテンシン変換酵素、アンジオテンシン受容体の二重阻害剤も製薬企業による開発が行われている。CD10 は臨床病理学で診断目的で利用されている。ありがとうございます。